ドアアンカーを一番上に取り付けます。ドアアンカーにチューブを通します。チューブの張りを感じるポジションで腕を伸ばして立ちます。お尻を後ろに突き出して胸を少し張るイメージです。腕を伸ばしたまま肘を体に引き寄せていくイメージで動作を繰り返していきます。引きつける際に息を吸ってさらに胸を張るようにしていきます。腕を前に戻していくときは背中がストレッチされていく感覚を意識しながら戻していきます。ジムのケーブルマシンで行う場合は、これらのアタッチメントを使うケースになるんですが、手の動きがももの前で止まる形になるんですね。それに対して今回紹介したやり方は、背中の近くまでより引き切ることができるので、背中の効きがさらに強くなっていきます。さらに背中の効きを強くするために手首にストラップを巻きます。手を握らずに繰り返すことで手の力みを感じることなくできますから、さらに背中をしっかり使える感覚があります。自分もやってみてもう本当びっくりするぐらい背中が使えましたので、皆さんもぜひこの種目試すようにしてみてください。